ヒコランド。皆さん、ヒコランドへようこそ。はい、先日のヒコ初のオンラインショーは皆さん見ていただけましたか？どうでしたか？もうヒコはなんかあの時間がすっごいあっという間で、あの楽しいしかない記憶があるんですけど、皆さんは楽しんでいただけましたか？楽しんでたって言ってるので満足です。ね、やっちゃいます。またご覧のコラボ企画第4弾、今回登場してもらうのは岩崎龍太くんです。よろしくお願いします。岩崎龍太です。イエーイ、お願いします。ヒコランドへようこそ。初の初ですね。久しぶり。お久しぶり。元気でしたか？めちゃめちゃ元気。ヒコランド生存確認みたいな、ね、するもんね。たまに生きてるって。生きてるってはね、うん、生きて元気もするもんな。そのね、2倍ぐらいの俺返信ね全然してないドライだから、ちょ彼ドライね、結構めっちゃね、絵文字とか使う。全然使わない。皆さんが思ってるよりゆうたくんは誠実って感じ。そう、ヒコはだって今日だってあのここに集合時間の何時間前に到着、1時間前ただの誠実男なんかあったらなって思って早く出たら毎回こうなることは多いかも。あ、そのプライベートでも。プライベートでも遅刻することはほぼない。遊ぶ時とかもうない。へえ、待たすより待つ方が自分は好きいいから。友達とか遊ぶ時とかは何時間でも待てる？まあさすがに連絡なしの5時間とかは無理だけど、なんかあっての1時間とか2時間ならまあ。へえ、全然待つとは思う。もうやさ、やさおだよ。ヒコランドで、一人で時間潰してるでしょ？そうだね。どっかで時間潰した方が自分がなんか安心する。へぇ、一人で時間潰せないんですよ。一人無理だったね。無理。あー、一人なんか一人でこう、おしゃれなカフェとかなんか行ったりできない。なんかそわそわしちゃう。一人は好きだけど寂しがり屋みたいな。で、最近ハマってるの？ハマってるのが、早く仕事が終わったらちょっと夕日見に行ってちなみに何人と？一人で誰かついて行ってあげてください。一人で行っちゃいますね。ちょっと海派山派？海派。海いいよね。海はいいよね。あのこう水平線でね。そうそう、カップルいるの一人寂しい寂しい。それはでもいいでしょ。でもいい。なんだそれヒコランド。もうすでにもうできちゃったけど、うん、今からはもうちょっとなんかいろんな話をしたいと思ってるんですけど、はい、もうすでに皆さんご存知だと思いますが、11月13日に開催されるヒコの初リアルライブパズルピース1にリュウト君が出演してくれることになりました。これはもう素晴らしいことです。いやもうありがたいお話を本当にありがとう。いやいや、こちらこそありがとう。ヒコランド、どうでした？こういきなり来たわけじゃないですか。そう、でもなんかもともとね、何かは ねやりたいなとはずっと話してて、リュウト君としたいと思ってで、なんか、でもなんかもともと結構なんか自分の歌声好きもう大好きくれてて、うん、まあそれ本当なのかなみたいな自分は自分の中ではあったんですけど、まあでもこうやってお話いただいたりして、やっぱそれで頑張れてた自分もいたって前言われたんです。リュウト君ファンの皆さんも絶対に聞きたいかったと思ったから、見てほしかった。リュウト君の歌ってるのをリアルで、なんかもったいないと思ったから、こんだけ歌えるのにと思ってから見てもらうことになります。ありがとうございます。ヒコランド、本当にこうさ、なんかさ、やったことがないじゃん一緒に。そうだね、知り合ってみたけど、好きな曲のジャンルとかもさ、ちょっと違うじゃん、テイストがっていうのもあったから、なんか本番はすごいなんかこう異色のコラボじゃないけど、なんかあのグチでしたけどとは違うわかります？わかります、わかります。なんかもう真反対、なんか違うこう世界みたいなのが
なんか見せれると思うので、これはもう本番はね、楽しみですよね。ヒコランド、突然こう質問したいんですけど、リュウト君から見たヒコはどんなイメージでした？過去もだし、過去も今も、うん、最初会った時、無理してるな、タイプが絶対違うな、今のところの20歳になったんですけど、20歳になったヒコはどうですか？いやでも最初の印象とは全然そのね、垢抜けた感もすごいあるし、いやでも2年前最初にやったのと比べると多分、皆さんも思ってると思うんですけど、多分絶対ね、垢抜けた。だってもう髪の毛が逆なってるもんね、長さが。そう当時こんぐらい。そう、当時たわしって言われたんですけど、たわしヒコがたわしビュートにやってるね。ヒコランド20代になってどう変わった考え方とかが変わったなら、それをなんか聞きたいし、なんかやりたいことが変わったとか、なんか目標ができたとか、なんだろう、人生においてのなんかこれを成し遂げたいい目標が20歳になってからできたとか。多分出会った当時は多分もっとツンツンしてた。してた。でも思うけど、ツンツンっていうかトゲトゲしてた。トゲトゲ、なんかもうね、そうそう、みんなとは違う方に行きたい、そうっていう自分に惚れてるみたいな。そうそう、自分ではその2年前がそうだったなって当時は分かるわ、けどそっからやっぱいろんな人に出会ったり、こうやっていろんな仲間と出会って、いろいろ多分自分の考えも変わったり、そのいろんな人の意見を聞くようになって、今は多分考えて言うようになってくるんだけど、あの時はもう突発で思ったことを言うみたいなっていうのね、わかる。なんか2年ぶりに話してる。わかるね。わかる。ヒコランド。まあで、まあ、目標とか、きっと歌はやりたくないなっていう時期は正直あって、音楽聴くのもずっと好きだったよね。それが嫌になった時期もあって。だけどまあね、いろんな仲間の活躍とか見てると、あでもやっぱ自分の場所はここなのかなっていう。自分の親だったり周りが応援してくれてるって思うと、やっぱこれで恩返ししていきたいなってね、思った年でもあったんで、こうやってまた一緒にできるのがいいし、まあでもやっぱ自分が好きな歌はやりたいかなっていうのもし、まあいろんなことに挑戦していきたいかな、可能性がある限り。ああいいですね。ヒコランド誘ってよかったなと思いました今。なんか改めてこんだけ才能あるリュウト君をいろんな人に見せた方がっていうか、聞いてもらった方が絶対いいと思ってたから、こう誘ってよかったなと思いました。でも今どうですか、今歌うことはどうですか？いやもう本当になんか自分が歌うことに、その絶対持ってるのが、そのなんか上手い下手とかもあるじゃないですか、まあ、やっぱそれも大事だと思うんですけど、自分が今伝えれる歌を歌いたいと か、はい、僕らだったらやっぱ20代だから歌える歌とか、21歳だから20歳だから歌える歌っていうのがあると思うんで、そういうのを今だから届けれる歌を届けたいなと思ったり。ヒコランド、ちょっと感動してる。本当、なんか そんな気持ちやったんやと思った。なんていうの、その舞台もなんかめっちゃ好きなの知ってたし、歌うことがなんかそんなリュウト君がこう離れる期間があるっていうのがなんか、そんなんあったんや。あでもちょっと離れてから気づけた部分っていうのもあったのかな。なんでこう歌わなくなったの？なんかちょっと距離置こうって考え方、なんか燃え尽き症候群、まああんだけね、いろいろな活動をした後にこのコロナ禍になって、で周りの活躍を見に行ってたりするとね、やっぱその現状の自分とやっぱ比較したくないからしちゃう、自分がいたり。ヒコランド、今は大丈夫、なんか戻りました。もうすっごいすごいウキウキでウキウキで聴いちゃうよかった、それはね、いい
い状態でね、11月2人のいい状態でね、ピチピチで、ピチピチで、こんな、ゆうとくんが10年後ですが、はい、どうなっていくんですか。いい男みたいに。もうすでにいい男です。いやいや、ヒコランド。じゃあ10年後の岩崎龍斗は、はい、いい男になっ、いい男になってる。じゃあちょっとカメラに向かって、あのカメラに向かってちょっと宣言いいですか、はい、10年後の岩崎龍斗はいい男になってます。言いましたよ。勝てもね、残っちゃいます。もう残ります。一生残ります。ヒコランド。そんないい男になる岩崎龍斗君に、ヒコランド、今こうやって YouTube コラボ企画してるんですけど、恒例企画をなんか作りたいと思ったんです。なんかないかなと思ったら、そうだ、みんなにこうヒコの似顔絵イラストを描いてもらいたいなと思いまして、うん、今回初めて龍斗君がですが、初めて描きます。初の、はい、ヒコランド。それがですね、皆さん5分以内です。5分、はい、5分以内です。で、ヒコのね、ヒコの顔でもいいですし、全身でもいいです。顔だけでもいいです。とりあえず岩崎龍斗が思うヒコのイラストを5分以内でお願いします。ヒコランド、よーい、スタート。いい男ですよ。笑ってるけど大丈夫これ。絶対これなってないですね。なってないです。おお、結構大体にボワーンって言いました。ヒコランド。はい、残り10秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、じゃあテーマを、テーマというか、テーマあります。テーマ、じゃあテーマをまず発表してください。ヒコのプライベート。おー。じゃあこれはこっちのカメラにこうパッと見せたんですけど、どうですか。3 2 1、じゃん。ヒコランド。え、待って、5分使ってこの、え、うん、最後のこんなん5秒で描けるやつやん。今の髪型にするのか、麦わらとか、はいはい、こっちの髪に麦わらこれね、ベレー帽。あ、ベレー帽。ヒコのプライベートでこれかな。本当ですか。え、持ってるよね。持ってる持ってる。このイメージは結構ある。僕がヒコのプライベートで想像書きたいなって思うんですけど、マジでヒコだって言うんですよね、スタッフさんも。これヒコだ。やばくる、このだって鼻穴やもん。え、それやっぱ言ってよかった。鼻黒やん、なんかツボみたいな。ヒコランド。今日はもう久しぶりにこう、ね、会えて、なんかもういろんな、もういろんな話できたけど、もう超楽しかったです。今日は楽しかったです。なんかもうこんな話だっていう感じだね。ヒコランド。実際に11月13日はヒコとユウト君のコラボのステージがあるので、ぜひ皆さんナンバー8まで足をお運びください。ヒコランドコラボ企画第4弾のゲストは岩崎龍斗君でした。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ヒコランド。ごめんなさいね、その隣、通り過ぎた安藤智明兄貴がすごいダンディでビビった。ほんとや。マジでダンディすぎて、なんかね、ダンディ。ダンディ。ただのいい男。ヒコランド。